はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、ジャン玉で麻雀していきましょう。さあどっちだ、4人か、いきましょう。はい、よろしくお願いします。ということで、シャーチャースタートだね。お、なんかスタンプ送ってきてるからこっちも送っとこう。さて、これはどうだろうな。おっと、捨てようと思ってたとこが来る。初か。1355567か。おーっと、赤ドラが来る。1355567478の、頭とパーソーかな。まあパーソーから起動。1345、おっと早いな。しかもアンパイ切ったところで、どうしたもんかね。こんなのわかんないよって感じだけどね。まあ頭落とせば二巡持つ、振らなきゃね。それロンで。おーっとっとっと、サブローワン。リーチ赤ドラ2600点。なるほど。トイメンは親が亡くなって、さらに振り込んで4茶っていうことね。まあ、とりあえず、そこには抜かれないように頑張ろう。これはどうしようかな。9-1切ろうと思ったらそこが来る。とりあえずトーン落とそう。そうだな、ドライピンなのか。ここのペンちゃんも落としにくい。やっぱり9番落とすか。まあとりあえず手が進まない。これは何で上がるんだろう。初ドライチ。そんな感じになりそうだな。お、なんとか自力で引きたいね。そっち、あー、チートイか。チートイだな、これは。チートイドラドラ。チートイドラドラだね、きっと。まあこっちか。まあ一応赤ウーピン引くかもしれないので、こっちはどうしよう。一旦、あー、いや、一旦9-1切ろうか。もしかしたらチートイやめて初とかね、あんこったらさすがに別の手に移行しようとかするかもしれん。まあチーソーを引いてきて初内定とかそういう感じの動きをする可能性もあるから、リャンピンはとりあえず持っておこうかなと。ただまあチートイで張ったらリーチしちゃおうかなっていう感じかな。それはまあ切っちゃおう。
赤ウッピン引いてきてリーチとかが、あーまあこれはこれでリーチだね。リーチにゃ。リーチしましょう。で左の人はスタンプ送ってくれる人だ。あ右もか。おトイメンもスタンプしてる。この人たちはなんか結構反応する系の。っぽいね。ウーピンはみんな使ってるっていう可能性もあるんだよね、真ん中の牌だから。ただリャンピンパーピン切ってるからアンパイがなくなってくると、もしかしたら出してくる人も。いやごめんなさいね。なんと3色赤2000点。お、おっと、まあ親になったので気を取り直していきましょう。まあいっか。そうだな、これはどうだろう。D 棒で4着になっちゃってるから、一旦ね、しっかり上がっておきたい気はするけど、しかし、あ、それポン。飛ばされた。ちょっと辛いな。まあ、ただ大きく差がついてるわけではないから、オーラスに期待っていうのでもいいけど、まあやっぱり親でね、上がれるなら上がっておきたい。さあ、おっと、そこがくっつく。チュンでいいかな。そうなると、うわーよくわからん。2356688。どうするかなこれ。感します。ドラ増える、ニャンピンか。うおー、どうしよう。わかんないな。なんかでもピンズ、いやー、ソーズ払っちゃうのは正解なのか。9。誰か統一で持ってるのかな。言いそうは。ポンです。ああ持ってた。泣いてタンヤを。行ってもあんまり別に進んでる感じがしないから行かないか。しかも自力で引く。これどっちでしょう。Q1 か出ていくとしたら。4ならチーしてもいいか。いやーどうだろうな。
てかローピンが仮に出てもチーできるならするべきか。そしたらディアンワン落としてテンパイ取るとか。あーっとリーチできるならリーチかな。カンちゃんだけどまあ全部残ってるしね。親だからリーチしてみましょう。まあ役なしでね上がり逃すのは悲しいからね。さあ頼む、もう積もってきてくれ。さすがになんか切らない気がする。誰も積もれず積もれずだが、まあ想像で染め、あでも染めてないか。パーソーが一番最初に出ているし染めてるわけじゃないのかな。3ピン、ウーピン、うわーローピン出てこねえかな。積もれず、4枚残ってるはずだよね。あんこってたらまああれだけど、誰かが、あ、トイトイでトイつってる？トイメン。そんなことある？さあ、どうなんだろう。ウーピンが出る。ローピンはどこ？出た、ロン。よかったよかった。とりあえず、リーチ、ドライチ。お、浦さん、浦さんは美味しい。親で満願で1万2000点。オッケースタンプ返しとこう。そして、白を切りまして。なんか上の方だな、結構。6、7。789、7893色とか、678789。そうだな、チーピン、ん？チーピン引けるかどうかで結構違ってきそうだな。パーピンを引く、ほー。重なる感じか。これはまあ悪くないね、悪くないが、どうすればいいんだ。まあチーピンも2枚出ちゃったし、ここは9ピン頭の、パーピンアンコで一メンツっていう形でピンズは固定でいいか。その上で、ソーズで一メンツあるから、まあワンズで2メンツ作る感じなのか。まあソーズ2メンツ、ワンズ1メンツでもいいのか。あれ？ああ、リーチか。リーチしましょう、じゃあ。どっちでも一緒かな？一緒だな。じゃあ、リーチしよう。リーチにゃ。さあ、来い。キューピンとかね、出やすいはずだよね。パーピンアンコってるし、チーピン3枚出てるので、パーピンね、アンカンできると分かりやすくキューピンが浮くと思うんだけどね。お、出た、ロン。リーチのみ2000点。安かった。なんか点数全然気にしてなかった今。とりあえず貼ったからいいやみたいな。オッケー、まあ連チャンできてるので、うん、俺も微妙な気持ちだよっていうスタンプ置くとこ。九州九杯。あらー。りゅう。あ、親はいい。親はいいしね。オッケー。そうだな。これはどうだろう。パーマン落として。225567772、
13567 9、とりあえず急走からか。このカンちゃん払うべきか、それとも一応スーワンとリャンゾーで待ってるかん、あのイーシャンテンなのか。ただうん、そうだね、そうなったらちょっと入れ替えていきたいかな。ビンズで2メンツ作って、これうっすら5673色とかもあり得るよね。ローワン引いたら3ワン切ってって。あー、まあでもこれはこっち落とすのかな。で結局パワーも出ていくよね。ウーピン埋まったらとりあえずダマにしといて、ローワン引いたらリーチするっていう感じかな。キューピンはいらない。5673色とイーペイコーが最終形な気がする。そこを目指して、ちょっとやっていきましょう。あ、それポン。トンでポン。一応2着に上がられるとね、またオーラス親だし、結構ややこしい話になりそうだから。そこは阻止したいかな。うん、なんだなんだこのソーズばっかりごちゃ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 。ピンズとワンズ見切ってたら上がりまであったかもしれんけど、まあしょうがないか。とりあえずダマで、ローワン引いたらリーチするけど、ローワン引くまではおとなしく見てようか。3ワンはちょっと切ります。それいやー今痛い時の声が出た。2000点、まあ2000点だったら一応、あーでも4900点差っていうと全然2着が親だし逆転あるよね。サクッと上がれればベストだけど、どうしましょうかね。そうだな、2、3、4、6、8、9、ちょっとドラ切っちゃおう。上がりやすさを優先して、これピンズで2メンツと頭、ソーズで1メンツ、いやどうだどうだ、ソーズはまあ1メンツ固定にして、ワンズとピンズで作っていく感じにしようか。ポンニャー無駄相撲。あ、まあでもポンニャーの人が安く上がってくれるのは構わないかな。いつもでも親かぶりで下がっていくのは2茶の人だから、そんなに振り込まなきゃ問題ないと思う。親が上がられるのがまずいんだよね。
役がないか。リーチのが話が早いかもしれん。上がって決める。いけ。行くぞ。チーピン待ち。さあ来い。積もれず。上がり逃すよりは、まあしっかり最初にねリーチしてっていうのがいいんじゃないかなと思うけど、あとは出るかどうかだね。積もれず。パーソー。ピンズはあんまりみんな捨ててないね。リーチです。あっと、しかもスーピンか。トンは大丈夫。トイメントの勝負になったか。よーしろーん。よかったー。オッケー、2600点。3万点超えてるからこれは終了だね。オッケー、プラ39、132。あと2回ぐらいトップ必要かなー。これはは、い、というわけで今回はこれで終わりにしようと思います。うん、1、1ってきたからいい流れかな。じゃあありがとうございました。ういしょ。おっと、おいしょ。